はい、どうも皆さんこんにちは、三木キックバスターです。あんなに達させない男、足立良一ゴールデングラブへの道第18話やっていきたいと思います。さあ、今回はオールスターゲームということで、今回はね、ちょっとせっかくなんで打撃もプレイしてみようかなと思ってます。まあ、あれですよ、成績に関係ないんでやりますということです。はい、まあ僕基本難易度低いんですけど、まあそれでやっちゃったらね、とんでもない成績になっちゃって、でもしその打撃成績が関わって何そのゴールデングラブに影響したら困るなということで、さあ、いよいよ明日はオールスターゲーム、ファン投票の最終結果をご覧いただきましょう。先発、オリックス金子、オリックス西、日本ハム大谷、中継ぎソフトバンク五十嵐、ソフトバンクサファテ、楽天青山、抑えオリックス佐藤達也、ロッテ西、千葉ロッテ西の、西武ライオンズ高橋智美、キャッチャー、日本ハム近藤、オリックス伊藤、楽天島、一塁手オリックスカラバイオ、中田翔銀次、二塁手藤田クルーズ浅村、三塁手、西武中村、ソフトバンク松田、楽天ウィーラー、そして遊撃手、よし、1位オリックス足立、2位、日本ハム中島、3位ソフトバンク今宮、13,000 票ですかね。はあ、なるほど。外野手は秋山、柳田、陽、清田、脇屋さん入ってんの、マジで。DH、森、デスパイネ、ペーニャ。マジで、脇屋さん入ってんの、外野。さあ、ということで、先発は、オールパシフィックが大谷、オールセントラル、菅野。いやー、仲いいっすね。楽しみです。よし、やろう。今回は打ちますよ、みんな揃ったか。いよいよ今年もオールスターの日がやってきた。ここに集まったのは、じゃあここに集ったのはいずれも一流の選手たちだ。この場で交友を深めるのも悪くないが、各々の精一杯のプレーでファンに楽しんでもらえるよう頑張ってくれ。秋山選手の交友度が上がった、柳田選手の交友度が上がった、西武中村選手の交友度が上がった、ロッテ清田選手の交友度が上がった、松田選手の交友度、藤田選手、近藤選手で、光くんで大谷選手、よし。お、2番ショート、了解っす。お、あ、あざす、あざす、糸井さん、あざす。よし。秋山、足立、柳田、中村、清田、松田、藤田、近藤、伊藤、大谷、セントラルが山田、川端、筒香、エルドレッド、雄平、畠山、ロペス、中村、坂本、菅野。あー、なるほど、やっぱ向こうのショート坂本さんすか。よしよし、頑張ろう。いやー、オールスターでね、打撃をやろうっていうのは前々からちょっと思ってたんですね。まあ、打撃が上手い下手もありますけど、まあ、上手い下手というか多分下手なんですけど、こう、やっぱりね、まあ、まだプロスピならこう難易度調整で、なんだっけ、お任せでできるんですけど、まあ、あれですね。まあ、どうだろう、やっぱ成績に関わるんでね、ゴールデングラブっていうのは。なんでそういう点で守備のみということでやってます。おお、いいよいいよ、かっこいいかっこいい。テストじゃないですか。お、松田さん、今日はよろしくお願いします。あ、ファーストおかわりくんか。そっか、ファーストなんや。へえ、よし、じゃあ守備でやっていきましょう。いやー、楽しみ。まずはオールパシフィックの先発、大谷が東京ドームのマウンドに上がります。大谷にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。小宮山さん、夢の対決第1ラウンドです。楽しみな対戦となりましたね。おーい、山田テスト3は、うわー、成績やべえな、すげえな。5分も伝わってきます。相変わらずすごい。打ちました。おお、打球はライトへ。おお、清田、清田さん、よし。バッターは2番、川端慎吾。川端、3割1分5厘。はあ、
やね、あの本当の実際のプロ野球の今年のオールスターどうなるんですかね。あ、ちょマジか、取れないの。ニッツベース。まあまあまあ、成績じゃないわ、勝敗はそんなに影響しないはず。うわー、筒香得点圏打率高え。先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。うん、いや、いいですね、応援歌。あー、フォアボール、マジか。結果はフォアボール、ピンチを広げました。もったいないな。あー、エルドレッド。さあ、そしてバッターボックスにはエルドレッドが入っています。うん、彼はしっかり抑えておきたいですね。さあ、なおもピンチが続きます。まあ、ここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど。打った、サードの右、くー、抑えた。ごめんよ、お願い、藤田さん。あざす。ダブルプレーでスリーアウト。いやー、いいね。守備職人が2人二遊間にいるっていうのは本当にね、こう頼もしいことだと思います。マッチからの藤田、いやー、いい守備だ。さあ、打ちましょう。現在の成績2割5分1厘のホームラン3本、打点25で、盗塁が10かな。よし、初めて打席に立ちます。バッターは2番に入っている。おー、いいね、かっこいいよ、足立さん、かっこいいよ、足立さん。うわー、久しぶりすぎてこれむずい。あっ、いけいけいけ、フェンチョク、あ、フェンチョクじゃない、ツベツベス、いけいけ、ツベスは余裕。ふーし、よし、多分まあまだ難易度低いんですかね。さすがにね、ど真ん中はね、打たないとまずいでしょうと。ユヘイ、ゴールセントラルの攻撃。まあ見逃が、まあね、基本あの大体ゲームだと早打ちになるんで、まあそれでもね。ああ、やばい、これはいったー。おオブレーファールか。ユウヘイさん、やばいな。高め打ちました。まあ、あの僕のね、知り合いの実況者の方の実況、それはパワープロの実況なんですけど、めちゃくちゃユウヘイ選手が強いらしくて、なんかユウヘイ無双みたいな状態になって、確か打率4割超えてるとかいう恐ろしい状態になってるんですよね。まあ、あのパワープロですと、あのこのゲーム、じゃない、この回撮ってる頃はまだ2016発売してないんで、2014の最終アップデートのユウヘイ選手ってめっちゃ強いんですよ。まあ、あの難点で言えば怪我しにくさ G があるんですけど、まあそれぐらいですね。基本能力めっちゃ高いですし、てかヤクルト多いな、ヤクルト多いな、マジで。畑さん、マウンド上のピッチャーは大谷、そしてキャッチャーは伊藤。この畑さんの応援歌かっこいいですよね。なんかこれ、え、交流戦の時も言わなかったっけ。あ、センターは秋山翔吾、翔吾、よし、センター掴んでツーアウト。打球が飛んでこないよ。さて、小宮山さん、ロペス、ホセロペス、そうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。これが3球目、インコース詰まりました。あっと、ここは打ち上げています。松田さん、松田が掴んでスリーアウトです。まあ、あれですね、こう、なんだ、お、お、あ、うん、やっぱ菅野投手もね、いいピッチャーだからね、点が入らんね。そうそう、だって本当にヤクルト多いな。5、6人ヤクルトじゃないこれ。で、山田雄平、川端畠山、まあ、中村でしょ。うわー、マジか。まあ、まあまあまあ、2015の時はね、優勝したヤクルトですからね。さあ、隼人さん、ライバル。あーっと、これは落ちない。レフトギータか。まあまあ、秋山選手入ってるんでしゃあないっすね。ヘッド。2016年シーズンはね、背番号1を、あーっと、もらってますからね。あざす、ギータさん、あざす。ツーアウトランナー一塁。さ
今度の背番号23は一体誰がつけるんですかね。ヤクルトの中では出世番号なんて呼ばれてますけども、いい守備位置、そこいたんだ藤田さん。ポジショニングがねいいですね、やっぱり。さあそろそろスタンドにぶち込もう。そうか違うか。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。さあ来い。須賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。おっと、初球バットが出ませんでした。いやまあまあまあね、まあね、こんなもんなんですよ。どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、持ち前の走力で進軍ヒット打ちました。け伸びていく。おっしゃー、やった。今ファーストランナーコーチ森脇さんだった。イエーイ、栗山さんあざす、栗山さんあざす、イエーイ。ああ森脇さんあざす。ちょっと適当にパフォーマンスしてみようかな。よしよし、おいおいおい、ちょっと T 岡田さん借りますよ、パフォーマンス。いよい、えい、よいしょ、ふぃー。ああもうあざす。スタンドギリギリの打球でした。おーりゃー、飛び出しました。そうですね、ちょっと低いかなと思いましたけどもね、伸びましたね。ギリギリ、よっしゃー、やったやったやった。おお、ギータもホームラン、すげえすげえ。で、高橋智美選手が、マウンドに上がるんですね。これから4回オールセントラルの攻撃です。一方オールパシフィックはピッチャーが変わります。高橋が2番手として攻撃されています。わあやっぱセリーグもやっぱ怖いな。うい、いいね。エルドレッド。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがサードゴロ、併殺打。うえい、ズバッとくるね。がっくりしてるよ。打順は5番ユウヘイ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。もともとピッチャーだったんですね。あーっと、間に合い、無理だ。くそ。まあ守備ができたという楽しさは、それだけでいいんですよ。そうなんだね。点数というか勝敗も、オールスターはね楽しむ時ですからね。わお、すげえ当たり。うえ、怖えな畑。おっと、うおー三振か。アウトコースを待っていたんでしょうか。いや、ああなるほど、インにズバッと。あ、マシソンがここで来るんだね。さあ来い。さあ来い、抑えるよ。ファインプレーしたいな、やっぱこういうところでね見せれる守備をしたらやっぱねファンも見てくれるんじゃないでしょうかね。さあ中村雄平選手、中村選手もね応援歌かっこいいですよね。聞けなかったけど。打席には早と坂本、先ほどの打席はレフトフライ。守備範囲で、足立選手と 1-2 を争う。ファーストが取る。よし、いいよいいよ。高橋選手いいね、好調だね。よし、第3打席、もうプリヒッターなんで思いっきり引っ張っていきましょう今回も。2番バッター足立、先ほどの打席で先制となるソロホームラン。いやなんか今回ちょっとサムネにしたいシーンがすでに多くてちょっと迷ってるんですけどね。マシソン選手は、ね、球速が速い。なんで下に行った今、152か。なんか真ん中しか来てね。難易度そんな低かったっけ。よいしょ。そうなんですよ、こういうことがねあるから、打撃あんまり操作したくないんですよね。それこそ多分実況、いろんな実況を見てる方だったらリアルスピード慣れてると思うんですけど、僕はリアルスピード全くやれないんで、昔というか、最初買ったのなんだっけ、6かな、買った時からずっと設定変えずにベーシックスピードでやってるものですから、まあね、そういうのがこう下手だとか言う人もいると思うんですけど、
あ、お、え、あ、いった、あー、すげーな、イエーイ、さすがですな、テストさんは。ボール球だったんですが、うまく運ばれましたね。ちょっとフォーマンさせよう。あ、なかった、できなかった、遅かったが、まあね、球速とか難易度とかで下手とか言う人いるとは思うんですけどね、前もちょっと言ったと思うんですけど、やっぱ人それぞれですから、そこがね、まあ、嫌なら見るなとしか言いようがないというかね、あまりそういう言い方するのも好きじゃないんですけど、同点のランナーを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。まあ、難易度に関してはね、とやかく言わないことをお勧めします。はい、そんなね、神プレイをや、え、神プレイが、おー、うまい、ギータ、神プレイがやれるからやってるわけじゃないんですよ。下手でも下手なりに見てくれる人が楽しんでくれればいいんで、むしろこういう、へ、なんだろう、下手な人間を、え、下手ね、人間が悪戦苦闘してるっていうのを楽しんでいただけると、やっぱ僕としてはありがたいなとは思ってますけどね。まあ、知り合いの実況者の方で、まあ、コメントでいろいろ辛辣なこと言われて実況やめたっていう人も知ってるんで、まあ、やっぱそういう人を見ると、まあ、辛いというかね、やっぱ良くないなと思いますね。まあ、そんなことは今はね、それは今は置いときましょう。オールスターという舞台ですから。おうし、早いな、ギータ、やっぱり足が。あ、やばい、守備してる、してる、1回しかしてないよ多分。まずはワンアウトを取っています。2球目打ちました。松田が取るけど掴んで2アウトです。バッターボックスは8番中村。いやー、もうちょっといろんなバッター見たいね。よし、うまい。お、ヒットでゴロで、よし、チャンス。もうパフォーマンスやるにはね、自分が打つしかないんですよ。得点圏打率低いな、あだっちゃん。頑張れよ、頑張れよ。ナイス。さあ、行きましょう。あ、オンドルセッカ、そうですね、ROB の一人ですよね。うん、なるほど。はい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 。あ、ミスった。やっちった、今の。やばい。あー、最悪なん、あー、じゃあ、そうか。そうか、1人だったか。ランナー2塁はそのままです。そうか、1人だったか、じゃないし、2塁だったか。あの、くそ、まあ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 ね、あんなもんすよ、急にコース振られるとあんなもんなんすよ。これから、ね、あんなんでも打てないんですよ。だからね、僕は打撃やりたくないんですよ、実況で。いや、まあまあ、全員が全員そういう人じゃないんですけど、そういう人もいるっていう。ボール球じゃん、ボール球じゃん、テツト、それスタンドに持ってっちゃうの、恐ろしいな、やっぱ。おっと、藤田さん、ナイス。よし、どうもっす。さあ、信号、川端信号、あっと、あった、ギータ、ギータいける。よし。掴んで3アウトです。お、み、おお。三上投手か。お。ピッチャーはサファテ投手に変わりました。最後を締めるのはもちろんこの。なんかサファテ投手。去年の時、本当手つけられなかったですよね。だって唯一の負けがレアード選手の逆転サヨナラホームランですから、あれ以外でもう本当どうしようもないというか、もう出たら負けって感じだったんですよね。それこそあのプロスピ2015の最終アップデートの査定だったら、あー、くっそ、今の取れたらよかったのに。今の取れたよな、今の取れたよな、もうちょっとボタンを押すの早かったら取れたな。ランナーを一塁に置いています。
まあまあ、それこそあの、ね、なんですか、さっき言おうとしてたことなんですけど、最終アップデート、2015年の段階で確か、星が99なんですよ、サファテス投手は。もうなんかそれ見ると圧倒的だなっていう感じがね、外の際どい変化球でするんですね。さあ、なるほど、さあブラッドゲッツーお願い、ブラッドゲッツーお願い、3ボール2ストライク、フルカウント、ブラッドゲッツーお願い、あっとファールか。おーうめえ、ワンアウトです。カーブかな、なんだろう。バッターボックスには5番ユウヘイ。サバテ選手はストレートでゴリ押しできる選手ですからね。スプリットか、タイミング外されてる。バッターは6番畑、今日はまだ当たりがありません。バットセンター、ここはフライになっています。最後はガッツポーズ、あ、よし勝った、これで3アウト、試合終了。イエース、2点差を守り切りました。勝ちました。僅差で勝利を収めました。どうしようか、2戦目ももしかしたら取るかもしれないです。さあ、ヒーローは高橋智美選手と誰だろうな、岡織くん、違う、え、マジでマジで、ちょっと待って、マジで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 、来ちゃう来ちゃう来ちゃう、やったーやった、ありがとうございます、ありがとうございます、どうも足立です、どうも足立です、ありがとうございます、ありがとうございました。いや、どうもどうも。どうもヒーローです。どうもヒーローです。ありがとうございます。まあ、猛打賞、あ、まあね、まあね。まあ、難易度あれですからね。いやー、でも、いやー、やっぱ個人的にはもう守備したかったな。守備したかったな。いやー、守備ね、したかったっすね。まあ、そうだな、せっかくなんで次も取ります、もう一戦取ります。はい、ありがとうございます。まあ、監督評価上がっても工藤さんだからね。お、あざす、ありがとうございます。オールスターゲーム第1戦が行われました。オールパシフィックが3対1で勝利しています。本日の試合の MVP はオリックスの足立選手が受賞しました。あざーす。まあまあまあ、まあ、打撃プレイしてたらそうなりますよね。さあ、ということで、2戦目オールスターは、今回広島ということで、またこの回も取ろうかなと思ってます。以上、ミツキックバッサでした。次回19話オールスター2戦目、お楽しみに。バイバーイ。